ウンリンピック群馬自主企画めんこで少年に帰ろう夕焼けとカラスの会。本日は当校内にお立ち寄りいただきまして誠にありがとうございます。日本男児伝統の遊びとされていためんこ遊びが子どもたちの遊びの中から姿を消してしまっています。それどころか野外で遊んでいる子どもたちを見る機会もめったにないのが現実かもしれません。しかしながら本大会にあたりこうした現実はさておき、私たちの子ども時代の貧しくも楽しい仲間とのめんこ遊びを再現できればと考え企画いたしました。母ちゃんに毎日10円玉をもらってめんこを近くの駄菓子屋で買ったこと、来る日も来る日も負けたこと、真っ赤に燃える夕焼けに明日は勝つぞと誓ったこと、だんだん強くなって年下の子供にめんこを与えたこと、私だけでなく100人万様の思い出があることと思います。そんな時代を回想し、そして再現し、あなたも少年時代の楽しいひとときを過ごしていただければ、私にとってこれ以上のことはありません。もしかしたらめんこに耳を当てると、あなたが仲間と遊んだ頃の大歓声が聞こえてくるかもしれません。どうぞごゆっくりめんことの再会をお楽しみください。ナレーション担当は藤岡市朗読ボランティア語り部の会、高宮のり子です。暮らしていてから